まずったな。つい、それにしてもバカバカしいほどの大きさね。脱出するためにはパラシュートを探すか飛行艇を乗っ取るしかない。とにかく先に進まなくちゃ。いたぞ。しまった。ここまでのようだな。さすが S 級遊撃士、牽制カシウス。こんな状況で脱走とは恐れ。抵抗しても無駄なことは分かっている。おとなしく投降するがいい。無様だな、エステル・ブライト。この状態では僕のことが仕方ない。特別に顔を見せてあげよう。ようやく思い出したようだね。こんなところで僕と会えるとは夢にも思っていなかっただろう。見覚えはあるんだけど、ダルモア市長の秘書だった人だっけ。なんでそんなに自信がなさそうなんだ。そう、ダルモア市長の元秘書ギルバートだ。自分が逮捕した人間くらいちゃんと覚えていたまえ。だって意外すぎるわよ。第一、あんた王国軍に引き渡されたはずでしょ。なんでこんなところにいるわけ。クーデター事件の時、混乱の隙をついて脱走してね。その後、結社に拾われて忠誠を誓うことになったのさ。たくましいというか、諦めが悪いというか。そんな格好してるけど、まさか戦ったりするわけ。僕が戦ったらおかしいのか。秀才の僕ではあるが、これでも文武両道なのでね。でも東大で特務兵に撃たれてものすごい悲鳴を上げてたし、あんまり戦いとかには向いてないんじゃないかなって。 うるさい。結社に加わってから僕は戦闘強化プログラムを受けた。身体能力は大幅に強化され、最高レベルの戦闘技術も習得した。遊撃士風情が勝てると思うなよ。やれやれ、仕方ない。少し付き合うとするか。さあ、エステル・ブライト、ひざまずいて許しを請うがいい。そうすれば許してやらないこともないぞ。そりゃどうも嬉しくって涙が出てきちゃう。でも悪いんだけど、私諦めが悪いのよね。執行者ならともかく、雑魚に負けるもんですか。さあ、かかってきなさいよ。これでもか。
くらえ。殺すなとは言われているが、痛めつけるくらいはいいだろう。せいぜい楽し…間に合ったか。苦戦しているようだな。俺も助太刀させてもらうぞ。その必要はないさ。今からみっちりとお仕置きをするところだ。君はそこで眺めていたまえ。あなたに言ったんじゃないよ。え？遅い。なんだよお前。悪いけどあなた向いていないと思うよ。うぎゃー。まったく、どういうつもりなんだ。声優劇師になったのに相変わらず無鉄砲とはね。あの場で意地を張るメリットが一体どこにあるっていうんだ。ヨシアだ。夢じゃないよね。夢だったらどんなに気楽でいいだろうけどね。どうやらそんなに都合よくはいかないみたいだ。ようやく姿を現したか。久しぶり、レーヴェ。僕が潜入していたことを予想していたみたいだね。お前の能力を考えれば十分あり得る話だからな。一体どんな手段を使った？この船が来る直前に航路確保の偵察艇を狙った。執行者もいなかったから割と簡単に潜入できたよ。教授が箱舟を呼び寄せることまで読んだか。執行者としての勘は完全に取り戻せたようだな。おかげさまでね。いつレーヴェたちに発見されるかヒヤヒヤさせられたけど。お前の怨行を見破れる者はそうはいない。だが怨行というものは一度認識されたら終わりだ。お前は最大の武器を失った。この検定相手に一体何をするつもりだ？ちょっ念のため言っておくけど、私だって動けるんだから。いくらあなたが強くたってそう簡単には。下がって、エステル。レーヴェは強い。僕と君を合わせたよりも。それが分かっていながらお前はこの場に現れたわけだ。別にそのことを甘いというつもりはないが、ならばどうしてお前はその娘の前から姿を消した？守るなら守る、切り捨てるなら切り捨てる。そう徹底しろと俺はお前に教えたはずだな。うん、そうだね。教授の調整が終わった直後、初めての訓練で教えてくれた。本当にその娘が大事ならお前は消えるべきではなかった。罪悪感に苛まれながらもそばに居続けるべきだった。お前がそうしなかったのはただの逃避。分かってる。レーヴェに言われなくても。ヨシア。でもだったらレーヴェはどうなの？本当なら僕だけが払うべき代償だったはずなのに、結社に入って検定なんて呼ばれて、どうして今も教授なんかに協力しているのさ。
俺が教授に協力するのはお前の件とは一切関係ない。あくまで俺自身の望みのためだ。レーベの望み、それってやっぱりカリン姉さんの。復讐してもカリンが戻ってくるわけではない。だから俺はこの世を試すことにした。それが教授に協力する理由だ。この世を試す。さて、お前の選択肢は3つある。娘と共に投降するか、娘を守ってここで果てるか、娘を見捨てて一人逃れるか。さあ、よっしゃ悪いけど四つ目の選択肢を選ばせてもらうよ。何？な、これは動力機関に細工させてもらった。放っておいたらこの船は海の藻くずと化すだろうね。なんですって。やってくれたな。まさか認証が必要な機関部に侵入するとは。22機のエンジン全てに異なる仕掛けを施している。教授やレンたちがいない今、解除できるのはレーベだけだ。計画を阻止するための最後の切り札というわけか。それをこのタイミングで切ってしまうという意味。その欺瞞からいつまで逃げるつもりだ。今度会う時までに楽しみにしているぞ。あの、よしは、私、話は後だ。脱出用の飛行艇を一隻確保しておいた。この先の階段を降りて戦争の格納庫を目指そう。負けられないんだ。はっ！はっ！はっ！戦闘終了。先に進む。負けられないんだ。
戦闘を先に進もう。
船の中にこんな大きな発着場があるなんて。結社の誇る戦闘空母、赤の箱舟グロリアス、12隻の飛行艇を格納することが可能だ。とんでもないわ。脱出用に確保した船がある。一番奥の格納庫だ。レーベとだけ話して僕には何の挨拶もなしかい。君が船に残っているとは思わなかったからね。僕の動きを読んでいたのか。僕はこれでも計画の見届け役だからね。他の連中よりもいろいろと気づくことが多いだけさ。それにしても5年ぶりに会ったら君も随分変わったね。なかなか男前になったじゃない。そういう君は全く変わっていないんだな。その外見のまま年を取っていないみたいだ。お肌の手入れは毎日欠かしていないからね。君もよく女装するらしいし、いい化粧品を紹介しようか。ああもうじれったいわね。ここで待ってたってことは私たちと戦うつもりでしょ。さっさと構えなさいよ。威勢のいい女の子だな。ヨシュアの彼女って言うからどんな子かと思ってたけど、なかなかお似合いなんじゃない。彼女って、おっと、彼女というのは空俗の女の子の方なのかな。モテモテだね、ヨシュアキュン。ザレ言はそのくらいにしてほしいな。どうしてジョゼットのことまで知っているのか知らないけど、君の戦闘力は僕と同じくらいのはずだ。それでもやり合うつもりかい。そんなつもりはないよ。さっきも言ったように僕は計画の見届け役でね、積極的に君たちを捕まえる義務はないんだ。だったらどうしてこんなところで待ってたわけ。そりゃもちろん、でもただ、さよならじゃあまりに君たちの脱出劇を少しばかり盛り上げてあげようと思ったんだ。高機動飛行人形ベイルアパッシュ、もうロールアウトしてたのか。かくして再会した2人の前に新たな障害が立ちふさがるのでした。ああ、少年少女の運命やいかに。
ヨシュアは当然だけど、
お姉さんの寿司も悪くないね。あんたね、怒らない。さて、出番が終わった道化師は退場しようかな。それじゃあ二人とも近いうちに、ま、現実の一種だ。気にするほどじゃない。それより早く。おい、本当にこっちに来たのか。ああ、間違いない。エステル、急いで。扉をロックして、すぐに船を発進させる。起動キー認識、認証コード入力、よし。遠隔操作でハッチを開放する。すぐに発進するから席に座って、うん、すぐに立て直すから。よし。このまま逃がすものか。我々も飛行艇に出るぞ。光が3つ近づいてきてるわよ。あ、追って何とかして撒く必要がありそうだな。ヨシュアって飛行艇の操縦ができたんだ。一通りはね。ただこの船には武装が積まれていないんだ。あまりいい状況じゃない。そっか。で、なんでわざわざ武装がない船にしたの？この船だけ整備中でセキュリティが甘かったんだ。緊急の事態だったから選んでいる余裕がなくてね。緊急の事態って、あの、ひょっとして私がグロリアスに捕まっちゃったこと？おしゃべりは終わりだ。揺れるから気をつけて。なかなかうまいわね。結社の強化プログラムで操縦技術を習得したんだろう。応用は効かないけれど、一方的な展開になると手強い。そっか。でも応用が効かないってことは、何かアクシデントが起これば。あ、旗さん。いや、この船じゃない。
ここにいる。どうして君たちがこんなところにいるんだ。とっくにリベールを立ったと思ったのに。あんたが困ってないか兄貴たちが心配しちゃってさ。それであのデカブツの様子を遠くから伺っていた。よく言う。必死な顔で頼んできたのは誰だったかなと。キールに。まあ俺たちも結社にはいろいろと借りがあるからな。リベールを立つのは借りを返してからにするね。そうか、ありがとう。助かるよ。せいぜい感謝しなよね。しかしさっきから見てると反撃してないみたいだな。何か問題でもあるのか。武装を外した船しか調達できなくてね。ちょっと困っていたんだ。そうか。どうしよう。よし、だったらこのまま二手に分かれるぞ。問題ない。よし、女神の加護。武士は気をつけてよね。エステル、レーダーは？うん、もう光は消えたみたい。完全に振り切れたみたいね。そうか。あの空賊たち結構気のいい連中だったみたいね。まさかあのタイミングで助けに来てくれるなんて。すごく見直しちゃったわ。そうだね、契約上の関係だと割り切っていたけど、人と人の関係はそう単純じゃないらしい。今さら何を言ってるんだか。顔を突き合わせてれば仲良くなったり喧嘩したりいろいろとあるわよ。それが人の付き合いでしょ。ああ、でもそれは僕の生きてきた世界では。あ、殺すか殺されるか、奪うか奪われるか、僕は君と出会うまでそんなことばかり繰り返してきた。でもお姉さんとレーベと一緒にいて幸せだった頃もあるのよね。レーベが話したのか。その記憶は確かにあるけど。え？心が壊れた時、僕のハーメルでの思い出は自分のものじゃなくなった。人であることをやめて人形になったからだと思う。姉さんが死んだ時の記憶も、あの時僕と姉さんは待ち伏せしていた男に襲われた。男は僕を殴り飛ばして姉さんの上にのしかかった。幼い僕はそれが意味することは分からなかったけれど、
それでも嫌な感じがして男の背中につかみかかっていた。もみくちゃになった挙句すぐに弾き飛ばされたけど、いつの間にか僕の手には男の銃が握られていた。思えばあの時から僕には人殺しの才能があったんだろう。教わりもしないのに銃のセーフティーを外した僕はためらうことなく引き金を引いた。喉に穴をうがたれた男は不思議そうな顔をしてから、そこで僕はようやく自分が人を撃ったことに気づく。でも男はまだ死んでなかった。血走った目でヒューヒューとあえぎながら軍刀を抜いて踊りかかってきた。獣に襲われた時のように僕は身をすくめて目を閉じたけど、衝撃はなく柔らかいものにぎゅっと抱きしめられていた。目を開いた時そこには微笑む姉さんの顔があった。いつの間にか男は倒れ、呆然としたレーベがいた。レーベに支えられた姉さんはハーモニカを僕に渡して、そしてゆっくりと目を閉じた。よく覚えているだろう。でもこんな風に話してても僕はあんまり悲しくないんだ。他人の日記を読んでいるような、そんな不思議な違和感しかない。そしてそれは君と一緒にいる時も同じだった。え？君の温かさに触れて確かに僕は変われたと思う。君と共にいることに喜びを覚え、君を愛しく思うようにもなった。だけど僕はどこ、それは多分本当の僕が感じていたんだと思う。うつろで空っぽな出来損ないの人形みたいな。お別れだエステル、もう僕のことは追いかけないでほしい。君ともう一度会えてとても嬉しかったけど、それでもやっぱり僕たちは一緒にいるべきじゃない。僕みたいな人間がいたら君のためにならないし、正直君がいても足手まといになるだけだ。だから嘘つき。ヨシア、私いろいろと話を聞いて分かったことがあるのよね。どうしてヨシアが私の前から消えたのか。多分ヨシア自身も気づいていない本当の理由をね。心が壊れているから私といると苦しい？私と一緒にいても人ごとにしか感じられない？ヨシアがいたら私のためにならない？私がいても足手まといになるだけ？そんなの全部嘘っぱちね。嘘なんかじゃ。いいから聞いて。あのね、ヨシアは怖かっただけよ。うん、自分のせいでお姉さんが亡くなったと思い込んで、同じことが私の身に起こることが耐えられなくて、だからあの夜ヨシアは私の前から逃げ出したのよ。それ以外の理由は後付けだわ。何を言ってるんだか。教授に調整されてから僕は恐怖を感じたことがないんだ。任務の時の邪魔にならないよう感じなくされたみたいでね。君の指摘は的外れだよ。ううん、そうい
う表面的なことじゃないわ。ねえヨシア、お姉さんが亡くなったことをどうして人事みたいに感じちゃうのか、その理由がわかる？それは僕が壊れているから。うんうん、違う。ヨシアはお姉さんを亡くした時のショックを思い出したくないだけ。無意識のうちに人事みたいに思い込もうとしているのよ。さっき私を助けてくれたことだって同じよ。あの戦艦に忍び込むのに相当苦労したんでしょ。なのに迷いもせずに私を逃がしてくれた。まるで私を一刻も早く危険から遠ざけるようにね。ヨシアは壊れてなんかない。ただ怖がりで自分に嘘をついているだけ。今の私には自信を持って断言できるわ。そんな、でもどうして君は。そんな、前にも言ったけど私はヨシア観察の第一人者だから。ヨシアの過去を知った今、私にかなう相手はいないわ。教授にだってレーベにだって絶対に負けないんだから。怖がりで勇敢なヨシア、嘘つきで正直なヨシア、私の大好きなヨシア。やっと私はヨシアに届くことができた。でも私は守られるだけの存在じゃない。遊撃士を続ける限り危険から遠ざかってばかりはいられない。ヨシアがいようがいまいがその事実は変わらないんだよ。だってそれは私が私であるための道だから。だからヨシア、約束しよう。お互いがお互いを守りながら一緒に歩いていこうって。これでもヨッシャーの背中を守れるくらいには強くなった。ヨッシャーがそばにいてくれたらその力は何倍にも大きくなる。結社が何をしようと絶対に死んだりしないから。だからもう怖がる必要なんてないんだよ。
お姉さんの形見なんでしょ。簡単に人に渡すんじゃないわよ。うん、確かに軽率だったかな。お姉さんってどんな人だったの。うん、そうだな、気立てが良くて優しいけど、どこか凛としていて。レーベとすごくお似合いで、子供心に少し焼いていたよ。気立てが良くて優しくて凛としたタイプ、それってクローゼみたいな感じ。そうだね、顔立ちとかは違うけれど、タイプは似てるかもしれない。うん、エステル。なんでもない。言っとくけど、クローゼも他のみんなもすごく心配してたんだからね。帰ったらちゃんと謝りなさいよ。エステル、僕は戻る資格がないとか言ったって聞かないからね。教授のスパイをしたって言っても無意識のうちだったんでしょ。空賊艇の奪還事件だって潜入調査の一環みたいなもんだし。結社の計画についての情報を父さんにでも話したらチャラよ。いわゆる司法取引ってやつ。ちょっと違うと思うけど。それに結社を止めるにしたって、もうあの船に潜入するのは無理よね。だったら私たちと一緒に行動するしかないじゃない。そもそも君がさらわれなければ、予定通りグロリアスを爆破できたんだけどな。おい、悪かったわね。って爆破なんて物騒なこと言わないでよ。いくら結社だからって皆殺しにするつもりだったの。そうでもしないと教授やレーベは倒せないからね。まあ爆破したところで倒せる可能性は低かったけど。はあ、まったく、もう私やっぱり捕まってよかったのかも。危うくヨシュアにとんでもないことをさせるとこだったわ。ああ、今私のことまた甘っちょろいこと言ってとか思ったでしょう。いや、しばらく見ないうちに大人っぽくなったみたいだけど、エステルはやっぱりエステルだなって思ってさ、すごく嬉しかったんだ。今さらヨシアの笑顔に何ドキドキしてんのよ。はあ、でも久しぶりだから結構来るっていうか。エステル、ヨシア、あの僕子と結構仲良くなったのよね。僕子。ああ、ジョゼットのこと。そうだね、最初は随分と嫌われていたみたいだけど、最後は割と打ち解けることができたかな。打ち解ける、うん、キスとかした。は、いいから答えて。あ、もちろんしてないけど。それじゃあ、ここであの夜のやり直しを要求してもいいよね。やっぱり初めてって女の子には大切なものだし、ヨシアのせいで台無しになったんだから責任
取ってくれるよね。エステル。エステル。喧嘩売るんじゃないっての。遊撃士のお嬢ちゃんもこの場は休戦で構わねえな。うん、まあさっきは助けられたしね。改めてありがとう。本当に助かっちゃった。いいってことよ。ふんだ、あんたを助けたつもりはないんだ。感謝される筋合いはないね。一人だけでも捕まえたくなってくるわね。それよりヨシュア、この後どうするんだ？え？俺たちと一緒に来ないか、改めて誘いに来たんだが、ま、その様子じゃ聞くまでもなさそうだな。うん、ごめん。先のことがどうなるかはわからないけど、今はエステルと一緒に戻ろうと思っている。ヨシュア。そうか。まあまだチャンスはありそうだし。え？ヨシュア、覚えといて。その能天気女に挨拶かしたら僕たちのところに戻ってきなよね。歓迎するからさ。だ、誰が能天気女よ。ありがとう、ジョゼット、ドルンさん、キールさん、本当にお世話になりました。こっちこそな。じゃあな、機会があったらまた会おうぜ。敵はあまりにも強大だ。多分教授がエステルをさらったのも僕留守中にグロリアスを落とされないようにするためにね。レーベだってあの場で僕たちを始末してからエンジンの暴走を止められたはず。そうしなかったのは僕があまりにも不甲斐なかったから、情けをかけたんじゃないかと思う。他の執行者についても同じ。単純な戦闘力で言ったら僕を上回っている達人ばかりだ。正直苦しい戦いになるだろう。うん、でも約束するよ、もう二度と現実から逃げたりしないって。君と一緒に最後まで歩いていくって。よしよ、私も誓うわ。こちら怪盗紳士、設置は完了した。儀式開始まで待機する。
野生狼だ。こちらもかんとっとと始めてくれや。こちら幻惑の鈴、ベータの設置を完了しました。殲滅天使よ、ペンの準備も終わり、いつでも始めてくれていいわ。時は至った。これより復員計画の第三段階を開始。地上の届かぬ闇の狭間に風穴されし、汝が福音を通じて現世のありさまを眺めるがよい。見るがいい。四方にそびえし杭を、あれなるは汝を闇につなぐ、されどかの鎖、人の手により偽りの僧にて現世に現れり、全てを律するその手をもって、諸君、祝祭の準備は整った。存分に楽しんできたまえ。承知。我ら執行者一同、大いなる名士の代行者たる、これより杭の開帳を始める。以上がこれまでの顛末と箱舟潜入時に掴んだ情報です。なんたることだ。そんな化け物じみた巨船がリベールに侵入していたとは。そんなものを持ち出して一体何をするつもりなのだ。復員計画の全貌はとうとうつかめませんでした。ですが彼らはすでに次の行動を開始しています。確か第三段階とか言ってたわよね。大変な事態になりましたね、モルガン将軍。王国軍の対応はどのように。昨夜のうちにこの二人からカシウスに連絡が行ったようでしてな。すでに彼の指示で全王国軍部隊に第一種警戒態勢が発令されております。さらに飛行艦隊を出動させて王国全土の哨戒に当たらせました。そうだったのですか、エステルさん。ヨシュア殿、本当にご苦労様でしたね。いえ、当然の連絡をしただけですし。正直もう少し早い段階で連絡すべきだったかもしれません。空賊艇強奪の件も含めて本当に申し訳ありませんでした。ちょっとヨシュア。いいんだエステル、裁きを受ける覚悟はできているから。陛下。そうですね、超法規的措置にはなりますが、今回ヨシュア殿が明らかにした結社に関する様々な情報、それをもって過去の行為は不問としましょう。本当ですか。ですが
いいのです。ヨシュア殿、この程度の裁量。ハーメルの意地たるあなたへの償いにもならないでしょうから。え？どうやらご存知だったようですね。私が、あの虐殺事件を知りながらも。え？どういうことですか？戦争開始時、エレボニアは宣戦布告をリベールに行ったが、その時ハーメル村の虐殺が王国軍によって起こされたという断固とした指摘がなされていたのだ。しかし終戦間際、帝国政府は突如としてその指摘を撤回し、ハーメルの一件について一切沈黙することと引き換えにな。前後の事情を考えると、帝国内部でどんなことがあったのかですが、反抗作戦が功を奏したといえ、帝国軍は未だ余力を残していました。帝国本土からの増援があったら、王国は再び窮地に陥ることになる。そう判断した私は、その条件を飲むことに決めました。自国の安寧を優先して、私は真相の追及を放棄しました。背後にいるはずの被害者たちの無念を切り捨ててしまったのです。かつてロランス少尉が私に告げた哀れむ資格などないという言葉、あれは真実。女王様、どうかご自分をお責めにならないでください。そもそも虐殺に関わりがない上に、自国の平和がかかっていたのです。国士としては当然の判断でしょう。ヨシュア殿、このリベールという国は僕のいてついた心を癒してくれた第二の故郷とも言うべき地です。その地を守った陛下のご決断、感謝こそすれ恨みなどしません。ヨシア、ありがとうヨシア殿。そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。エステルさん、ヨシアさん、みんな、エステルさん、よくご無事で、それにヨシアさんも、よかった。二人とも帰ってきてくれて。クローゼ、ティータ、二人とも心配をかけちゃったみたいね。まったく、もう肝を冷やしてくれるじゃない。だがまあ、家で息子を連れ戻せて。シェラさん、アガットさん、二人ともよく無事に戻ってきたな。これも女神のお導きというものだろうね。心配かけてごめんなさい。まったくもってその通りやで。あ、ケビンさん。エステルちゃんがさらわれた時は目の前が真っ暗になったわ。ほんまにもう、あんまり心配させんといてや。うん、ごめんなさい。で、こっちが例の。はじめまして、ケビン神父、ヨシュア・ブライトと言います。お、予想以上のハンサム君やね。で、俺のことを知っとんの？あなたの存在については僕の情報網にも入っていました。エステルの危ないところを何度も助けていただいたそうですね。ありがとう、感謝します。まあええか、仲直りしたんやったら俺から言うことは何もないわ。ただな、あんまり可愛い彼女を放っておいたらあかんで。
俺みたいな悪い虫に粉かけられたくなかったらな。肝に銘じます。ん？どうしたの？いやちょいとな。男同士の話をね。なんかやらしいわね。失礼します、陛下。あ、父さん。カシウス殿、ご苦労様でした。各方面への指示は完了したのか？ええ、先ほど終わらせてこちらの方に飛んできました。そこで少々父親としての義務を果たそうと思いまして。え、昨日通信で話したが、実際に顔を合わせるのは久々、うん、そうだね。ごめん、心配をかけてしまって。お前の誓いを知っていた以上、俺も共犯みたいなものさ。謝る必要はないが、義務は果たさせてもらうぞ。いいんだ、エステル。家出息子には当然のお仕置きだからね。そういうことだ。思っていた以上に皆に心配をかけていたこと、ようやく実感できたようだな。うん、僕なんかのためになんて思ったらダメなんだよね。ああ、人は様々なものに影響を受けながら生きていく存在だ。逆に生きているだけで様々なものに影響を与えていく。それこそが縁であり、縁は深まれば絆となる。絆。そして一度結ばれた絆は決して途切れることがないものだ。遠く離れようと、立場を違えようと、何らかの形で存在し続ける。その強さ、思い知っただろう。うん、正直侮っていた。確かに僕は何も見えてなかったみたいだ。ヨシュア。ふん、それが見えたのなら家出した甲斐もあっただろう。ヨシュア、このバカ息子め、本当によく帰ってきたな。父さん。親バカが。本当によかった。失礼します。ユリア大尉。王都を除いた五大都市の近郊に正体不明の魔獣の群れが現れました。報告から判断するに、どうやら人形兵器と思われます。動き出したか。それと各地の関所に装甲をまとった猛獣の群れとグレンの兵士たちが現れました。現在各守備隊が応戦に当たっております。そうか、急いでハーケン門に戻る必要がありそうだな。それとなんだ、まだあるのか。詳細は不明なのですが、シリンの塔に異変が起きました。得体の知れぬ闇に屋上部分が包まれたそうです。嫌な予感が当たりよったか。なお紹介中の警備艇が調査のため接近、すぐに機能停止に陥り離脱を余儀なくされたとのことです。動力停止現象か。地上からの接攻部隊はすでに派遣されたそうですが。申し上げます、地の塔に向かった石膏部隊が撃破されてしまったそうです。信じがたいことですが、どの部隊もたった一人によって蹴散らされてしまったとか。何？それって。ああ、
執行者だろうね。父さん、彼らは一般兵の手に余る。ここは僕に行かせてほしい。うん。ちょっとヨシア、何一人で行こうとしてるのよ。昨日の約束をもう忘れたの？エステル、でも結社が動き始めた以上、遊撃士としても放っておけない。絶対についていくからね。エステル。エステルだけじゃないわ。私も付き合わせてもらうわよ。個人的な因縁もあるしね。ああ、同じく俺もだ。シェロさん、ジンさん。まあ、こだわりがあるのはお前だけじゃねえってことだ。抜け駆けはなしにしようぜ。そうだよ兄ちゃん、こういう時にこそみんなで力を合わせなくっちゃ。アガットさん、ティータ、ありがとう。助かります。決まりのようだな。遊撃士協会にお願いする。シリンの塔の異変の調査と解決をお願いする。これは軍からの正式な依頼だ。うん、分かったわ。しかと引き受けました。おばあ様、私にアルセイユを貸していただけませんか？え？殿下、確かに一刻を争う事態です。私もアルセイユを提供しようと思いましたが、そう申し出たということは覚悟が固まったということですか？いえ、まだです。ですが船を開始するときには必ず答えを出すと約束します。いいでしょう。リベールの希望の翼、好きなように使ってみなさい。ありがとうございます。ユリア隊員、発進の準備を。可及的速やかにシリンの塔へ向かいます。承知しました。オリビエが帝国に帰っちゃうなんて。ほんと、ずいぶんいきなりね。いや、本当はもう少し前に帰国する予定だったのだがね。エステル君がさらわれてしまったので予定を延ばして滞在していたのだよ。そうなんだ、ごめんね、私のせいで。気にすることはない。君の帰りを待ったおかげで愛しのヨシア君とも再会することができたしね。相変わらずですね。あの、オリビエさん。おや、なんだい？あなたは。いえ、何でもありません。今までエステルの旅を助けてくれて感謝します。望んでしたことなのだから水臭いことは一個なしだよ。だが、そこまで言うのならお礼に熱いベーゼでも。いい加減にしなさい。もう最後くらいちゃんとお別れしようよ。僕はいつでも真面目なつもりなんだがね。エステル君、ヨシア君、シェラ君に他のみんなも、いろいろと大変だろうが気をつけて行ってくるといい。このオリビエ、帝国の空から君たちの幸運を祈っているよ。うん、ありがとう。あんたの方こそ気をつけて。どうかお元気で。また機会があったら飲もうや。今度はその変人っぷりをチタ直してきやがれよ。あのいや、短い付き合いでしたけど、ごっつ楽しかったですわ。お元気で、いろいろとお世話になりました。あ、
久しぶりじゃろう。ヒータヤ、元気にしておったか。おいおい、じいさん、なんであんたがここにいる。まあ、いろいろあって数日前から乗り込んでおったんじゃ。それよりもエステル、ヨシは二人とも本当によく無事で戻ってきたの。うん、なんとか。心配をかけて申し訳ありませんでした。何、戻ってきたのならそれで万事オッケーじゃよ。しかし、シリンの塔に異変が生じたとはの。こりゃわしも気合を入れて調査する必要がありそうじゃな。うん、頼むわね。ところで、どの塔から行けばいいのかな。そうだね、距離的なことを考えたら琥珀かグレンが近いけど。アルセイユの速さならどの塔でもあまり変わらないさ。敵の情報が分かっているところを優先した方がいいかもしれない。敵の情報？先ほど翡翠の塔に向かった石膏部隊から続報が入ってきた。現れたのは仮面をつけた白装束の怪しい男だったそうだ。あの怪盗男。石膏部隊とはいえ、たった一人で撃破するなんて。ただの変な野郎じゃなかったみてえだな。怪盗紳士ブルブラ、分身や影縫いをはじめトリッキーな技を使う執行者だ。一筋縄ではいかないと思う。そっか、でも敵の正体が分かっただけ他の塔よりはマシだと思うし。うん、まずは翡翠の塔に行きましょう。了解した。発進準備。これより本艦はロレント地方翡翠の塔に向かう。これでモラトリアンも終わりか。いや、まだ最後のチャンスが残っているかな。待って。おや、君たちは。ああ、行っちゃった。間に合わなかったな。どうしたんだい、記者諸君。また竜事件の時のように乗り込むつもりだったのかな。ああ、それとヨシアが帰ってきたって聞いたんでな。まあいい、ドロシー、急いでアルセイを取れ。望遠レンズを使えばそこそこ使えるが取れるだろう。あいあいさ。挨拶は済んだのか。一応ね。そちらの準備はどうだい。お叔父上の方はなんとかなった。最小閣下もむしろ好都合だと判断されたようだ。確かにあの人なら王国人受けしそうだからね。楽しくなりそうだ。まったく、なんという悪趣味なやつだ。彼らの驚愕した表情が今から目に浮かぶようだぞ。まさにそれが狙いだからね。今度相まみえた時にはお互い敵同士というわけだ。くれぐれも結社ごときに遅れを取らないでくれたまえよ。翡翠の塔上空に到着した。
宅まで30分もかからなかったんじゃない？そのくらいだと思うよ。定期船の3倍近くのスピードが出ているはずだから。なるほど。翡翠の塔の屋上はどのようになっていますか？今ディスプレイに出そう。何あれ？例のゴスペルが生み出す黒い波動に雰囲気は似とるが。じゃが波動と違って広がらずに塔の屋上を包み込んでおる。いずれにせよこれ以上は近づかない方が賢明。ユリアさん、地上に降りるにはどうすればいいんですか？あいにくアルセイユが着陸できそうな場所がなくてね。対空状態でリフトを下ろすから、それに乗って降りてほしい。リフト？榴弾砲を出す時などに使われる貨物用のリフトです。戦争に設置されているんですよ。そっか。それじゃあ塔の内部を調査するメンバーを選ぼうか。任せろ。行くぞ。わしはしばらく下の工房に詰めておる。塔の調査中、オーブメントの整備やクォーツが必要になったら来るがいい。うん。敵の目的も未だはっきりしておらん。気をつけて行ってくるがいい。さてと、準備を整えたらすぐに地上に降りなくちゃ。あ、戦争のリフトだったね。
なんじゃお前たち、もしやオーグメントの、うん、それも博士たちがな、うん、皆の意見、今研究中のとある装置に、とある装置です。なんだか気になる言い方ね。すまんが、まだそうとしか言えん。わしらの杞憂ということも大いに考えられるのでの。ともかく完成するのを楽しみに待っておれ。わしの方は当分武具やクォーツが中央庫、わしの方は当分ここ武具や中央庫。私の方は当分武具やクォーツが必要な中央工房からかき集め、地上へ降りるにはすでに要因諸君の踏ん、様子が変だな。え？あんたたちは、ひょっとして
連絡にあった遊撃士会？うん、そうよ。あなたは石膏部隊の？あんたらに塔の状況を説明するために残ってたんだ。確か仮面の野郎にやられちまったんだよな。そうなんだけど、それだけじゃないんだ。なんというか明らかにおかしいんだよ。おかしいって見ればわかる。とにかく入り口に来てくれ。私が到着した時はすでにこうなっていたんだ。で、調べようとした矢先に例の仮面の男が現れて。中に入ることはできないんですか？仮面の男はそのまま入っていったから大丈夫だと思うけど、追いかけようとも思ったけど仲間が全員やられちゃって。そっか、ここは私たちに任せて、あなたは舞台に戻って。分かった。女神の加護。別の場所に飛ばされたようだ。あんですって。それじゃあ塔の屋上に登るなんて無理なんじゃ。落ち着いてエステル。ブルグランが現れたということは必ず道はあるはずだよ。確かに。うん、とにかく慎重に進みましょう。